はいどうも、ひかりです。今回は最近リサイクルショップで購入したソフビのみを紹介したいと思います。まず1点目、やっと手に入れました。もうね、オーブ放送時から欲しかったやつです。じゃじゃん、マガバッサーですね。はい、オーブの最初に出てきた、怪獣で、まあマガバッサーですね。はい、これね、なんかデラックス怪獣で最初からでかいっすね。ソフビが出てすげえテンション上がって欲しかったんだけど、まあちょっと高いじゃん。安くならないかなと思ってたらね、なんなかったですね、なかなか。なので、リサイクルショップで購入してしまいました。新品ではなくてね。このね、これがすごいの、この毛並みっていうか、これがすごいんだよ、これ。そう、かっこいいなと思ってましたね。これ、ちなみに値段が500円の 10% オフだったので、450円ですね。安いですよね。よかった。次はどれにしようかな。こちらにしましょう。これはね、2体目ですね。昔も買ったんだけど、ハイパーゼット、これね、ギガントです。イマーゴはちなみに2体持ってるので、まあね、こいつにもセットできるんだけど、まあイマーゴはね、ここにね、取り付けることができるんだけど、あんまやっちゃうと切れちゃうから、その遊びはしないと思います。はい、ハイパーゼットギガント、今アマゾンだと多分新品で3万とかで済んだよね。高いんだよこれ、だからなかなか手に入んなくて、まあ2体目で800円の 10% オフだったので、まあまあまあ安く手に入ったんじゃないか、てかまあまあっていうか、かなり安く手に入ったんで、はい、ショーケースに入ってました両方。うん、まあね、ショーケースの中のソフビが何体以上、3体以上買うと 10% オフとかになるんだったんかな。だけど全部安かったんですよ。はい、でこれも 10% オフですね。 X はまだ見れてないんだけど、これから見るんで、てかソフビレビューとかでは見てたんで、かっこいいなと思ってました。はい、これですね、剣デマーガですね。ちょっと詳しくは分かんないけど、デマーガの強化体ってことは知ってます。ちなみにデマーガは216円で購入しました。で、こいつは500円の 10% オフ。これは216円。うん。安いですよね。まあ、ちっちゃい方はそうでもないけど。で、これね、ファイヤーゴルザも買いました。ファイヤーゴルザで合ってる？ファイヤーゴルザだよね。なんだっけ？なんか、ゴルザにもいろいろあるじゃん。これ多分ファイヤーゴルザだと思うんだけど。うん。これもね、ライブ戦についてるやつね。あ、X の時のやつかな。これが216円でしたね。うん。これは 10% オフになってます。で、ショーケースの 10% オフコーナーでは、これも買いました。これも X かな。なんだっけ？まあ名前はちょっとね、わかんないんで、ね、多分わかるんだけど、合ってないかもしんないんで、トロップで出すかもしんないっす。はい。これも500円の 10% オフでした。はい。で、ラストじゃないや、まだラストじゃないんだけど、10% オフコーナーのラストは、もう多分カメラに入んないけど、まあ、おなじみのでかい装備といったらこいつですよね。はい。じゃじゃん、ギャラクトロン。出ました、ギャラクトロン。これがちょっと高くて、1500円の 10% オフだったんですけど、1350円。ただ、1350円ってめちゃめちゃ安いですからね。装備で1350円高いと思う人もいると思うけど、このね、なんだっけ、ギャラクトの、こいつはね、うん、トイプラネットで1999円で売ってて、買おうか悩んでたんですけど、まさかの1500円の 10% オフってことで、結構な激安で、購入しました。これデカさがやばいよね。ただ2体欲しいんですよね。ジードにね、2体登場したんですよ。だから2体欲しいんですよ。はい、次はね、なんていうのかな、なんか古い、メダルヒーローに出てくるやつで、ソルドーザーってやつですね。じゃじゃん。はい、知らないよね。俺はね、知らなかった。最近まで、最近ね、これと一緒に登場する、まあなんかコラボするファイヤーってやつをゲットしたばっかりで、そんで、なんか、こいつを見つけて、てかね、ファイヤーを見つけたときに、ファイヤー調べてたら、あ、このロボットかっこいいなと思ってたんですよ。そしたら、偶然見つけたんで買いました。これ100円でしたね。トイプラネットです。残りは、オフハウスです。はい。あ、ハードオフか。ハードオフとオフハウスで、ハードオフがおもちゃを扱ってるバージョンのとこで、はい。買いました。でかいのは全部ショーケースに入ってたんですよ。で、ちっちゃいのは、この中の値段のついてない装備は全部216円ですってなってました。そう。だから、なかなかいいのがね、残ってましたね。で、ラストはまさかのね、さっきの、っていうか、このね、ギャラクトロンを超えました、サイズとしては。じゃじゃーん。はい。パチモンのウルトラマンコスモスです。まさかのギャラクトロンよりでかいっていうね。これね、本物っていうか、正規のやつじゃないんですよ。多分っていうか、足裏になんもね、つぶれプルとか入ってないし、見た感じ偽物っぽいじゃん、明らかに。顔がちっちゃすぎるし。あとね、装備なんだけど、じゃないと思うんだよ。なんか中がね、多分空洞じゃない。だから装備じゃないか、ないと思う。多分ね。ただ装備っぽいね。ただめちゃめちゃでかいコスモスです。これがね、オフハウスで、
のおもちゃコーナーに324円で投げ売りされてたんで、ちょっと購入しました。あ、そうだ。で、まあ、パチモンソフビもう一個最近買ってまして、トイプラネットでこいつ買ってました。はい。謎の、まあね、ある怪獣に似てますよね。はい。ウルトラマンの。まあ、もろそれなんだけど、多分、違うよね。ここは何も書いてないし、なんか偽物感っていうか、パチモン感が出てていいですね。中国のなんか、ね、なんか会社が作った感が半端ないっす。これが食玩サイズぐらいなんですよ。でかいね。コスモス。コスモスかどうかもわかんない。コスはもう明らかに手も開いてるし、コスモスなんだけど、多分コスモスとは言わないんだと思う。これ。まあ、今回はね、こんな感じで装備購入しましたし、あとね、まだね、ヒーロー系の装備がまだ結構買ってあるんで、それも紹介したいと思います。はい。で、メインチャンネルの、光インサイタマの方では、今プレゼント企画やってて、スーフォミミニとか、あとはジャンク品いっぱいとかをプレゼントしてるんで、はい、プレゼント企画やってますので、年内までの締め切りなんで、よかったらそっちも見てね、応募してもらえれば当たる可能性が結構高いかなと思います。ということで今回はね、この辺紹介でした。バイバイ。Please subscribe.